南原ママチャリの旅第5幕でございますね。これですよ。どこまでこの前は行ったんでしたっけ。岡山県の印米駅。印米駅、岡山と兵庫県の境のところから、来ちゃった。暑いですね。暑いです。何度ですか。昼間34度あったらしいですよ。マーキング。さあここですね。覚えてます覚えてます。はい。ガッチャマン参上なんて書かれてますね。今日は目的地が倉敷ですか。倉敷。岡山を越えて倉敷までだいたい54キロ。さあ南原清隆ママチャリツアー。全員役の皆さんさようなら。ハートであります。東京から遥か760キロ余り離れたインベをスタートしたママチャリの旅。今回の目的地は国際観光都市倉敷。今日も真夏の日差しを受け、ニュー流星号は走る。滑り出し、調子はどうですか。もうももは張ってんですけど、体鍛え月間に入ってますから、行きますよ。今、バナナをもらいました。やっぱこういう長距離になるとバナナって必需品なんですね。バナナね、バナナというのは、栄養もあって、前回も申し上げましたが、複合炭水化物、これが体の中に入りますと肝臓でグリコーゲンに変わりまして、そのグリコーゲンは筋肉を動かすエネルギーとなります。この備前大橋、この備前大橋を渡り終えますと、いよいよ岡山市、おーっと勝利の V サイン。あと 50m で南原清隆、岡山市に突入です。楽勝だ。水分補給も一度にたくさん飲みすぎると、今度水酔いというのを起こして食べたものを吐いたりとかですね、逆に体調を悪くするということもね、あるので、そのあたりちょっと気をつけてくださいね。表情にはかなり疲労の感じが伺えます。ああ、もう疲れた。さあ頑張れ頑張れ。さあ一旦坂の頂点に来まして、ほーっと一息、大きくため息をつきました。本当に岡山県って言われるだけあってね、丘と山がいっぱいあります。もう市街地だ。花歌も出まして、余裕が戻ってまいりました。国道2号線からはやや寄り道になりますが、右折いたしまして岡山城へ向かいます。あったあった、あれか、岡山城。岡山城初めて行ったんですかね。7時なのにまだこの明るさだからね。岡山城までは今日の目的地やっと着きました。いや目的地じゃないです、通過点ですね。もういや、ちょっと待って、膝なんかね、目の奥の方がもうぼやーっとしてるんですよ。ああ、それ一番危険な状態なんですよ。まあでも大丈夫でしょ。ちょっと行ってみようかな、せっかくだから。せっかくですか。岡山って名物なんだ、きびだんごか、まずいんだよなあれ。いや、なんか白桃とマスカットとか、そんなことないです、美味しいですよ、あれは。美味しいですよ、マスカレてるからそんな風に言ってられる。おお、県庁しか見えねえな。あと何キロですか。30キロはないぐらい。30キロないぐらいですね。30キロないぐらいって言うけど、きついよな。きついよ、もう30キロってな。ゲー、ここで坂かよ。この自転車が蛇行しているときは本当に疲れているときであります。これは坂しんどいわ。俺これなんて覚えてないの。表情をご覧いただければわかると思います。さあ、ようやく坂の頂点にやってまいりました。パワーなくなっちゃった。もうやっぱ腹なんか食べないともうダメだ。もうちょっと温めたらないし、これちょっと前青いです。腹減ってもどうしようもないし。全然驚くわけない。民家にね、ちょっとご飯をよ食べに行ったわけですよ。すいません、ごめんください。あ、自転車の旅をしてる南原というもんですけども、ご存知でしょうか。はい、知ってます。途中ちょっとお腹減ったんで、なんかちょっとおにぎりでもちょっと一個でも食べさせてもらえないかなと思ってきたんです。いいですか。はい、あ、いいですか。ちょっとお母さんに交渉してくれ。あ、いないんだ。なんかないかな。果物でも何でもいいんだ。すいません。すいません、お茶いっぱいもらいました。何やってんだよ。お父さんがね、銃で怒って、何やってんだよ。いや、難しいから、いいんだいいんだ。
あの、喉乾いたんでお茶一杯もらってたんですよ。まあ、さあ、今倉敷市に突入であります。倉敷でシルエシルエやね、倉敷市街あと3キロの看板であります。さあゴールはもう目の前であります。さあ倉敷の駅前通りに入りました。目的地倉敷まであとわずか。その時あーやだやだこんな雰囲気もう南原は思い出していた京都のあの日のこと。ゴールは目前、何事もなくたどり着くことができるのだろうか。